コンピューターのプログラミング、コンポーネント化といって、いろいろな部品を採用して使う、そういうことができます。その時、なぜそれを選んだか、重要な話です。電子回路、電子回路もいろいろな部品、今、組み立てずに IC とか LSI という形で売られてます。これもなぜその部品を選んだか、設計者に強く問われます。一方、言葉もなぜその言葉を使ったか、いっぱいいろいろな意味がある言葉の中で、あえて何でそれを使ったか、それ重要ですね。特に言葉の場合、すごく微妙な言葉、あとその言葉によって相手を傷つける、そういう部分があるんですよ。本当重要、そこら辺しっかりと選ばないといけないんですよね。私、差別語不快語というこの本、たまに目通してます。この本、何が書かれてるかと言いますと、不快になりそうな言葉を選んで使わないようにということと、使う場合でもどうして使ったかをしっかりと考えて使うようにという、そういうことが書かれてます。一番目立つの、この本で一番目立つのは、ある集団を単一視して見てしまう、描いてしまう、そういうところはやめてください。そういうところが目立ちます。エイプリルフールで私が話した LGBT、 ゲイ・レズビアン、ブラック差別、その話にも共通するところがあります。空港の案内ポスターで、ジプシーには注意しましょうって書かれた案内があったんですよ。それを見て、このジプシーの人たちは腹立ったみたいですね。ジプシー、いい人も悪い人もいるわけですからね。それを一括りにしてしまう、それは何事だということで反対運動を起こして、その案内撤去されたみたいですね。で、ここでジプシーという言葉、この言葉もよろしくないです。ロマという言葉に置き換えろ、そう言われてます。じゃあその張り紙、ロマだったらいいのか、そういうことじゃないんですよね。そこで言ってる意味は、その置き換えという意味ではなくて、その特定の小集団を単一視して見てしまった、ある一部の人が泥棒窃盗を働いたから全体がそうだ、気をつけろ、そう言ってしまったことにあるんですよ。まあ今私、ジプシーという言葉を使ったの悪いとは思ってないですね。その案内の看板に返したことを、ジプシーって言葉が書かれてましたからね。まあ私が何かこのジプシーのことについて話したい場合、これから切り出したい場合は、ロマと言うべきですね。過去のことを持ってくる場合、その場合は過去の文献に習う必要があります。だからこの本、単純に置き換えれば問題は解決する、そういうことを言ってるわけではないです。私がよく言ってる、この一つのちっちゃな出来事で、その全体の集団を単一視するな、ステレオタイプ化するな、そこら辺が強いんですよ。 YouTube とかブログとかで情報配信する人、特にこれからコメディという分野、人をちょっと茶化していくような、そういう分野に進んでいく人、まあ、必ず目を通しておいてほしいですね、こういう本に。まあ、これ以外にもいろいろあります。私はこれを読みましたから、これをお勧めします。ぜひ私のチャンネル登録してください。です。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。